本気は199エクストリーム過ぎてるよ。そうだね。ハンニング、いうの見抜いて差し出しな。そこのお方、これを無理や、負けや、プロやる。いやー、じゃあ踏み出します。私、陸道講師はエクセルサーガのアニメを世紀末バイオレンスにすることをここに許可します。アトーン。邪魔だ。止めねえがな。くしょう、渡すもんか。やめるんだ、バット。うるせえガキだ。バット。嘆かわしい。なんだおめえは。愚民とは知っていたけれど、法と国家権力が消えただけで、早くもこのやりたい放題クーネル遊ぶ状態。強ければそれでいいのか、力さえあればいいのか。何をグダグダ言ってやる。今の時代は暴力が支配する世界だ。食料も水もみんな孤立にかかってるのさ。氷だから地には粛清と偉大な統治が必要なのです。今こそ偉大なる理想実現のために、このエクセル愛なき大地に夢と笑いと恐怖天井を振りまきます。そのためのあんたが始めた一発戦エクセル。貴様があのエクセルか。ムフ、私を知ってるつもり。私をホワイ、なぜに。そりゃな、おめえをミンチにするためだ。彼氏彼女の事情はよくわからぬが、かかる火の粉は振り払わねば。死ね。チョコライダー銃だ。強いな。カーマーグーナーもうよーせアクロス、美容剣。
クロス。へえ、これぼっち効きゃしねえぜ。だがあんたの体はあと3秒。あと3秒で。何？うわ。荒野を方向するうちにいつの間にやら身についた必死剣。味わってみりゃ。アメージングゲーム、トカゲキングアッパー。今日からあなたは美少女キャラ。ちょっとグロいけど、その愛らしい姿で地獄の荒野を生きるがいいわい。いやだ、プリー、助けてプリー。猫耳だ。メイドだ。待ってプリー。いっちゃがりいった。姉ちゃんすごいや。誰っすか。ああ、俺パッド、胸のパッドのパッドってんだ。助けてくれてサンキュー。いやまあ、ははは、大したもんでしょ。略奪は権力者だけの特権ですから、そこんところははっきりさせとかんとね。姉ちゃん腹減ってんのか。減ってるなんてもんじゃねえっす。もう丸4日飲まず食わずで。じゃあ俺の村に来いよ。助けてもらったお礼に飯食わせてやっから。なあ、いいだろうドミニク。おかたじけない。で、失敗したのかね。まあ申し訳ありません。プニーですが、あの女きっかりの剣法を使う。プニー、彼女が手ごわいのは分かっている。しぶとさという点においては優秀な人材だ。それ以外に取り柄はないが。待ってください、プニー。もう一度だけチャンスを。プニー、もう一度だけだ。我が組織は無能な人材に二度もチャンスを与えるつもりはないからね。やめたまえ、その呼び方は。プニー、早急に彼女を再発見し適切に処分したまえ。仰せのプニーに。家族と離れ離れになっちまったんだな。俺も親父たちとはぐれちまってこの村に流れ着いたところをドミニクに助けてもらったんだ。おお、それは地獄の荒野の感動秘話ですね。しかし私が探しているのは家族というよりも偉大な指導者なんですが。なんて名前なの。それは語るも嬉しい。ハイレイルバラット様と申します。どうしたんだよドミニク。なんでもないよ。何ですか話とは。あんたアクロスに何か関係あるのか。アクロスを知ってるですか。なぜゆえあんたのような愚民が。アクロスは今移動要塞で市街を蹂躙して支配を広げているんだ。なんと。いきなり現れて町を襲い、降伏しなければ潰して回る。もう北の方はほとんどやられちまって、捕まったやつはアクロスのしもべとして働かされるんだ。そのアクロスを束ね、絶対的なカリスマとして君臨しているのがイルパラッツォだって。ダッシャー。何すんだ。クミンの分際でイルパラッツォ様を呼び捨てにするとは何事か。あんたやっぱり。そう、イルパラッツォ様にお仕えするアクロスの最高幹部、それが私、ミナクノワタワシ。はぁ、疑問符は。いや、最高幹部は黒髪の女だって。先輩。いや違う、それは違う。確かにハッちゃんも幹部だけど、最高って言ったらこのエクセルこそ。幹部は一人だって聞いたけどな。そんなバカな根拠のない噂に踊らされてはいけない。出てってくれ。助けてもらったことには礼を言う。だがあんたがいるとこの村は争いに巻き込まれる。パッドが寝てる間に出て行ってくれ。ムフ、いいでしょう。私としてもイルパラッツォ様がそういう状況なら、こんなところでのんべんだらりとしていられません。で、アクロスは今どこに。北の方をうろついてるって噂だが。うっさー。じゃあパッドが起きたら、綺麗なお姉さんは星になったとでも伝えておいてくれたまえ。今参ります、イルパラッツォ様。あ、そっちは。まあ、いっか。この瞬間に私がいなくて泣かせれ。一刻も早くイルパラッツォ様の元に発生させたら。
がなさいました、イルパラッツォ様。いや、何でもない。報告を続けてくれたまえ。はい、市街北地区はほぼアクロスの制圧下に入ろうとしています。人員資材はともに急増を続け、対応策検討の必要があります。順調だね。ええ、恐ろしいほどに。これがアクロス本来の姿なのだから、謎の大爆発はいいきっかけになった。あのイルパラッツォ様、行方不明になっているエクセル先輩の件ですが。何か分かったのかね。いいえ、まだ。それはよかった。ん？何でもない。ただ今は市街制圧に全力を注ぐ時だ。エクセル君のことはしばらく忘れよう。はあ、あ、でもあの。忘れよう。ご苦労だった。これは、はい、順調に進んでいます。数日中には制圧を完了いたします。はい、了解しました。閣下もご送検で。順調や、怖いくらいに順調や。アクロス各市もベキベキ成績を伸ばしてる。そして今、話して助けて。お前の力があれば宇宙支配も目の前や。ひどい、やっぱり私の力だけが目当てだったのね。当たり前じゃ、お前からそれを取ったら何が残るっちゅんじゃ。もうすぐこの矢わしのもんやで。あったあった、刺激的な火や装備が勝手どころか地球崩壊のピンボゴタ、ここで始まり、すべてがここで終わるんだ。あそこにあの人と妻が。そうだ、最後の決戦だ。腕が鳴るよパパ。ごめんす。いや、あの人、今度こそ愛する人を取り返すです。その息だ、行くぞ。おのこのこやってくるとはおめでたいな。しかしお前たちをあの人様のもとへは行かせぬ。この俺がな。先に行け。言ってままにむしゃぶりついてこい。ここは俺が。無茶だよ、ナベシ。サクサク行くのです。あとはよろしゅう、ナベシさん。もう少し止めてくれたってさ。こんな体に縛って死ね、ナベシ。今こそ決着をつけてやる。俺はこっちのセリフだ。セリフを考えるのは俺だ。うわナベシ、なんとも。てめえ、さすがのナビシンももう立ち上がる力すら残ってないや。あの人を。ドリャー、イルパラッツォ様、お待ちを。ただいまエクセルが参ります。うっ、それはいいとして、
女はどこにいるプニ。知らない、捨てても教えるもんか。おとなしく言うことを聞いた方がいいプニよ。バット、謝るんだ。死んじまったらどうにもならんだろう。やだ。何？悪魔に決して屈してはいけないってあのお姉ちゃんが教えてくれたんだ。誇りを失ったら人間じゃなくなる、あのお姉ちゃんはそう言ってた。あの女がそんなこと言うはずがないプニ。俺が聞いているのと違うプニ。美化しすぎだプニ。そんなことはない。プニ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 、見上げた心意気プニ。だったらその誇りとやらを抱いたまま死ぬがいいプニ。バット、ヌヌプニ。お姉ちゃん、貴様プニ。その猫耳カッポジってよく聞きなさい。この世の生きとし生けるものはこれすべて偉大なるイルポレット様のもの。それに手を出すフレッシュなものはこのエクセルが血中の犠牲がいいところにより大成功。この後に及んでまだイルパラッツォ様に忠誠を誓うとは、ただのマヌケプニね。何？どういう意味すか？あの世でじっくり考えるプニ。お姉ちゃん、あとはよろしく。安く頼るでな。ダコが何匹いたってね。ダマルプニ、野郎どもかかるプニ。今度はそうはいかないプニ。プニ。プニ。近づけまい、触れまいプニ。お前の拳法など触れなければただのお遊戯プニ。お姉ちゃん。とどめ。おお。超カスタムシンプル。マサクプニ、獣変化の飛行をついた。あなたの姿はあと3秒で。あと3秒で。もはやあなたに人間の姿は似合わない。その可愛らしさ投射比 28% アップで荒野をさまようがいいです。そんな。さあ話してもらいます。あなたはなぜ私を知っていたんですか？そしてさっきのイルパラッツォ様うんぬんはどういう意味ですか？俺にお前を殺せと命じたのは、命じたのはイルパラッツォ様だ。そんな嘘です。ありえない。嘘じゃない、お前はもう用済みだからって。用済み。そんな、そんな、お姉ちゃん、嘘です。嘘です。イルパラッツォ様、エクセルただいま戻りました。遅くなって申し訳ありません。お詫びに何度でも穴打ち食らう覚悟で来ていますんで開けてください。道中不穏
クボス輩を処分などいたしました。イルパラッツォ様が私の抹殺指令を出したなどと申すと全くけしからん男で、詳しくはご報告いたしますのでどうか扉を。胸を貫いたのは弾丸ではなく、あの人の拒絶、引き裂かれたのは体ではなく私の心。衝撃は時と記憶を凍らせ、私は荒野をさすらう。傷跡を胸に、面影をまぶたに沈めたままで。わあ、歯が浮く隙を着てる。こんなむずかゆいノリで送るシリアスバイクセルターが、次回はとうとうラスパへ。君のためなら死ねる。やっぱ